日本女子プロ将棋協会女流棋士の中倉ひろみです。以前ですね、当時最年少女流棋士の鎌田美礼さんとの一局について、デビュー戦の対局した感想を語らせていただいたんですけれども、実はですね、また鎌田さんと対戦することになりまして、鎌田さんにとってはデビューしてから2局連続私と対戦することになったんですけれども、対局が、直前なんですけれども、ちょっとまたこれは、対局に向けてちょっと抱負を語ろうかなと思って、撮影させていただいております。鎌田さんの、デビュー戦に関しては非常に、テレビカメラとか、取材が多くて、対局室に入るとずらってカメラがあったんで、ちょっと私も珍しく緊張する感じだったんですけれども、鎌田さんも、テレビというよりは、初めての、公式戦ですので、対局っていうことにすごく緊張していたのかなっていうふうに、思いますし、鎌田さんの師匠の石田和雄九段の YouTube チャンネルで、石田先生が、その将棋についての感想を語られてて、鎌田さんの実力はこんなもんじゃないっていうふうにちょっと残念そうに語られてまして、それはね、やっぱり可愛いお弟子さんなのでそうなのかなというふうに思ったんですけれども、内容も確かに、ちょっと序盤は少しこちらがリードしたんですけれども、ちょっと こちらの攻めも、少し危険だったところがあって、ちょっと踏み込みすぎだったんで、正確に、受けられていたら、ちょっとこっちが大変、互角かちょっと大変なぐらいの形勢ではあったので、そこもちょっとミスがあったんで、そこからはちょっと形勢が離れたかなっていう感じなんですけれども、持ち時間が短いっていうこともあったりして、お互いこう、ミスもあった将棋なので、今度の女流棋戦は、2時間ということで、比較的長いですし、ゆっくり考えてさせるのかなというふうに思います。いやー、また鎌田さんと当たるって聞いた時は、正直えっていう感じですごい驚きましたね。そんなことあるのかなっていう、相当珍しいと思います。デビュー戦で、普通、鎌田さんもね、もしかしたら違う人と指したかったと思うんですけど、ちょっとまた私になってしまってね、ちょっと申し訳ない気持ちもあるんですけれども、ただこれもすごく縁なのかなと思いまして、私としてもですね、そういった注目される若手とさせるのは非常に楽しみですし、相手もリベンジに燃えてると思いますので、私もちょっと悪役になってしまったんですけれども、ただ今度はね、こちらも気を引き締めないと相当厳しいなというふうには、覚悟してますので、でも楽しみにしてる気持ちがねすごくあるので、その興奮をお伝えしようかなと思って、この動画を撮影させていただきました。結果はどうなるか分かりませんけれども、こちらもね、全力で頑張って、準備してきたこともあるので、いい将棋になるように頑張りたいと思います。ぜひ、女流王位戦1回戦ね、ご注目いただければと思います。ありがとうございました。